他人を本当に愛するには、大川隆法。自己中。さて、自己中の探求だ。しかし、サンプルはあなたの周りにわんさかいることだろう。いや、あなた自身も自己中人間かもしれない。宗教にとって自己中人間との戦いは、魂の主戦場でもある。簡単に言えば、自己中人間の魂は地獄界に集結している。一方、天上界には自分自身の自己中と戦い、人への愛、利他に目覚めた人が数多くいる。努力して自己中心的である考えを改め、人のことを思いやり、多くの人のために尽くす人生は、霊的人生観に目覚め、宗教的改心を経験した人に訪れる。宗教的悪人とは、人から奪い取り、騙し取り、迷わせる存在である。一方、自己の自慢ばかりして、他者を踏み台としか考えない人もいる。こういう人は、あの世に帰って、鼻高々の天狗と言われる霊存在となる。古の構想は、天狗を魔道に落ちたり、と述べている。言い得て妙である。